教授役を演じます石田ニコルです。明日初日のためにみんなでたくさん頑張って準備してきたので、すごくピンクの世界に皆さんを引き込んで楽しませて、あっという間にね時間が過ぎるように私たちも楽しみながら演じたいと思ってます。楽しみに待っててください。演出の小林香織と申します。よろしくお願いいたします。笑いあり、ノリあり、可愛らしさあり、下ネタありそして感動あり あのミュージカルの楽しさがいっぱい詰め込まれた作品になっております。ぜひ全身で、ピンクを浴びに劇場に遊びに来ていただきたいなと思っております。お待ちしております。そうですね、プラスティックスのルールで水曜日はピンクを着てくるっていうルールがあるんですけども、稽古場で水曜日になるとみんな何かしら稽古着だったり小物とかにピンクを入れてきて、なんかそれでみんなでこう稽古してる感じがすごい一体感があって、プラスティックのルールも悪くないなって思いました。やはり作家のティナ・フェイさんが身を削って一文字一文字お書きになった脚本ですので、それをなるだけ誠実に演出するのが私の仕事だと思いますし、ただカルチャーとか、その時事問題の認識っていうのはだいぶ違いますので、日本のお客様にそれがティナさんの意図がより明快に伝わるような日本バージョンの翻訳というのを心がけて、そしてそれもねキャストの皆さんともディスカッションしながらより分かりやすく伝えられるように改良に改良を重ねて、昨日もセリフを直したりしたと思うんですけど、本当にギリギリまで言葉と格闘しているようなそんな日々でした。